シアーバターのキビテラーパラドクサは、アカテツ科の一属一種の草子葉植物で、常緑の小高木。シアーバターの原料となる。ナイジェリアの言語由来のエミエミという名称でも呼ばれる。アフリカのベルデ岬からチャドにかけて広がるサヘル帯にも天然分布しており、この一帯はシアベルトとも呼ばれて16カ国以上でシアーバターの木が自生している。まとまった群生が見られるのはギニアからマリ、およびブルキナファソやニジェールだけである。これらの地域は年間降水量が 1000mm 以下のためアブラヤシの栽培が不可能で、シアーバターの木は貴重な油資源となっている。なお、年間降水量が 300mm や 1800mm の地域でも一部で生息が確認されている。生息域の平均気温は24摂氏32度で、最低、最高はそれぞれ摂氏21度と摂氏36度である。シアーバターの木は、やぶなどに自生しているが、開けた場所の方が樹高が高くなり果実などの生産性も高まる。標高500から1500メートルのサバンナ地域で生育し、乾いた粘土や砂、砂質粘土などの土壌で育つ。サバンナ気候特有の強い乾燥に適応した大きな根茎を有する。樹高は約7メートルから稀に25メートルほどまで伸びるが、農地で管理されているものは15から20メートル、樹形は1メートルほどに保たれている。寿命は200年で花を咲かせるまで0から12年、実をつけるまでさらに数年以上を要し、3年に一度実をつける。葉は5正で薄く、8から10センチメートルと細長く楕円型で、小枝の先に集中している。樹皮は硬くて亀裂が入っており、傷つけると白いラテックスが流出する。幹部は、厚いコルク質で覆われて火に強い。一般に枝が多く、樹幹が広く丸くなるものをはじめ、防水型など様々な樹形が見られる。花は黄色っぽいクリーム色で、葉の付け根に一重なし、一つの小枝に10から40個が咲く。通常、乾期の12月から4月にかけて開花し、この間は落葉していることも多い。蜜蜂などによって受粉され、開花から100から175日後の5月から9月にかけて果実が熟する。果実は5から8センチメートルの卵型で、アボカドに似た形と味をしている。果実はコウモリ、ゾウ、鳥類など様々な生物によって接触されることで種子が散布される。果肉の中の種子は鶏卵ほどの大きさで硬く、シアナッツと呼ばれる。果実 1kg から150から300粒ほどの種子が取れ、重量比で約 31% にあたる。種子の中の胚はシアカーネルと呼ばれ、加工するとシアバターになり、採油後のカスは飼料となる。一般的に種子から発芽させるが、接ぎ木による栄養繁殖で育てることもできる。死亡種子のため種子は乾燥に弱く、およそ1ヶ月しか活力が保持されない。新鮮な種子の発芽率は高く、地中から主軸が立ち上がる。これは、生育地域の伸びが原因とみられる。人為的な栽培では、新鮮な種子を、雨季の初めに、ポリエチレン製ポットなどに植え付けている。およそ40日で75から 94% が発芽し、数ヶ月後に露地に植えられる。1ヘクタールあたり30から50本が目安とされる。根が発達しやすいため植え替えは難しいが、直巻きの場合は、ネズミの食害などで発芽後の生存率が低下する。ありがとうございます。